こんにちは、トイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はスーパー戦隊シリーズプレミアムフレーム切手コレクションの1975から2016獣王者までですね、はい、切手コレクションです。こちらね、郵便局でね申し込んで時期が来たら届くといったものなんですけども、たまにね郵便局キャラクターもん切手とかそういった商品にするんですけど、スーパー戦隊っていうので非常にね珍しいかなっていうのがあります。まあ、そんなわけで見ていきましょう。郵便局が作ったねこういった製品ってどこまで、気合が入ってると言ったら変だけど、ね、やってるのか非常に気になります。まあ、放映当時のね最新が獣王なので、獣王イーグル、そして裏面歴代のねレッド戦士がずらっといますけれども、動画見てる方はねどの世代が一番ツボに入ってますでしょうか。年間通してね放映されるスーパー戦隊シリーズなんですけども、まずは表紙を開くと、はい、赤レンジャーと獣王イーグルで切手がねあります。このメンツなんか人気どころを抑えてるのかな。まあ、最初と終わりと、はい、この10キャラ52円の切手が全部で10枚で、こちらのねポスター、これ赤レンジャーかな。名場面を寄せ集めて遠くから見ると赤レンジャー。じゃあちょっとこれじっくり見ていきましょうか。印象的なシーンありますか。あ、ゴーンレッドのマスク割れ。まあ、戦隊でもねライダーでもそうなんですけどね、マスク割れってかなりツボってますよね。これ背景ちょっと色変えてんのかな、赤レンジャーのために。この白いの誰だっけ。提灯の上、大御用の上ですね。誰だろう。まあ、特急とかはね比較的新しめのものはまだね分かるんですけど、あ、これ封印のやつじゃなかったっけ、劣化大残党で、あ、獣王もいるね。なんか激連が多いのかな、そんなことない。あ、ガンマン人、前回のねルパンレンジャー、パトレンジャー、あれの宝がガンマ人っぽかったんだけど。で裏っていうか、これがポスター A2 サイズが1枚なんですよね。でなんか同じのが結構使われてるな。決められた配置なのかな、これ。やっぱりねイラストがあるから、空の色が似てるとかそんなので合わせてるのかな。あ、バイオロボいた。防音とか結構なんか新しめのものが多い気がする。あ、ゴーグル5 なんか、ね、ライブマンがなんか同じような敵と戦ってるのが多い。あ、これあれだ、ゲドウ州の狩猟同国さんがいますね。あ、キュウエモンだ。あ、チケットくんじゃないや、ウサギの人、名前なんだっけ、ど忘れ、すいません。で、ここら辺、あ、汚したいんじゃないや、汚しまくりたいんだ、総理大臣。お、暴れん坊。あ、ゴレンジャーもあるね。ん、これ激連のやつだ。なんだっけ、臨終剣じゃない、ん、幻獣剣のロンだ、思い出した。で裏は、あ、これも遠くから見ると、あ、獣王イーグルかな。まあ、上のゴレンジャーとつながってますけど、ちょっとね、まあ、画面上には全て広げて写すのはできないので、まあ、イラストだけね、イラストというか写真だけ、まあ、軽く見ていきましょう。誰だこれ。結構ロボも紛れてるね。超走行銀河用みたい。これね写真並べてうまく配置して遠くから見て1枚のイラストとか結構ね大変。あ、これあれだ、シャドーラインの人、名前がど忘れ、ごめんなさい。で G12 で爆竜ティラノサウルス、これ何のシーンだこれ。コクピットなんかもあるね。で2ページ目なんですけど、作品名と放映期間なんですよね。
ゴレンジャーだけが長くて、あ、ジャッカーがね極端に短いんだ。4月から12月までで、歴代のね戦隊がずらっと、だいたいね2月3月始まりで、まあね4月の新年度切り替え前にはね放映が終わると。で10話でラスト。まあ本当ね、しかしまあ息の長いシリーズでずっとね続いてることがすごい。あれ次のページこれじゃない、間にもあるわ。はい、でポストカード、まず1番目を飾るのが秘密戦隊ゴレンジャー、まあ、こっから歴史がスタートですよね。はい、そしてジャッカー電撃隊、まあね、トランプの4人だったんですけど、ビッグワンが出てきてからっていう以下略。はい、お次はねバトルフィーバー J、 まあねバトルジャパン、フランス、ケニア、コサック、アメリカとねいるわけなんですけれども、ケニアの人がね大場健二さん、ギャバンとかね出てます。で電子戦隊デンジマル。はい、ちなみにねポストカードなんですけども、まあ、アルバムから出してみるとこちら、まあ、宛名書くと、宛名じゃないや、郵便番号書くとこと、下にはねスーパー戦隊シリーズの切手コレクション、まあ、これはがき出すときは切って貼ってくださいってやつですね。そして3人の戦隊、太陽戦隊サンバルカン、イーグル、シャーク、パンサー、これ5番目ですね。そして大戦隊ゴーグル5、桃園ミキが非常に可愛い。はい、そして科学戦隊ダイナマン、まあ、ゴーグル5に続いてねブラックで春田さんが出てます。そして超電子バイオマン、イエロー4の殉職事件語り継がれてますね。はい、そしてね電撃戦隊チェンジマン、個人的にはね大聖団ゴズマの、ね、裏のお話の方が面白かったりします。ね、チェンジマーメイドの変身前が非常に可愛かったりしてます。で超新星フラッシュマンで、これはねダイナマンで出てたピンクがね敵幹部で出てまして、光戦隊マスクマン、これは11番目か。ちなみにね敵幹部はオヨブーが好きですね。はい、そして超獣戦隊ライブマン、天才頭脳で世界征服、武装頭脳のボルトですね。で次のページ、はい、そして高速戦隊ターボレンジャー、まあ、敵はボーマ100族なんですけどね、流れボーマキリカが非常に大好き、まあ、フィギュアが出た時は非常に嬉しかった。はい、で地球戦隊ファイブマンで、超人戦隊ジェットマン、レッドの恋人が敵幹部としてね現れて、も早くね助け出してほしいっていうのがね強かった。そして恐竜戦隊10レンジャー、そして大レンジャー、まあ、10レンジャー以降ね6人目の選手もポストカードになってますね。17番目、そして核レンジャー18番目で、オーレンジャーしっかりキングレンジャーもいますね。でこれが19番目で、で激走戦隊カーレンジャー、メインの戦士ばっかりですよね。まあラジエッタとかあの辺も出てくれたら本当に嬉しいんだけど、まあ、一緒に写ってる写真とか資料はないのかな。で続いては電磁戦隊メガレンジャー、これもねメガシルバー6人目がいますね。はい、で21番目、その次にね星獣戦隊銀河マン、これが22番、これもなかなか熱いですよね。救急戦隊555、まあ、それぞれの戦隊の、ね、なんかもう雑談とかあの辺はねまたライブでしましょう。そして未来戦隊タイムレンジャー、タイムファイヤーもいてね、2人のレッドが中心に並んで、次のページが、はい、百獣戦隊ガオレンジャー、ここあたりはもうすごいなんかね人気だったみたいですもんね。で忍風戦隊ハリケンジャー、流派を超えてね6人、そして爆竜戦隊アバレンジャー、中大先生もねいます、5人揃ってます。で特装戦隊デカレンジャーも6人、これは28、行かないとねもうちょっと時間がいくらあっても足りなくなっちゃう。で、はい、魔法戦隊マジレンジャー、光先生もいる、6人、兄弟の戦隊ですもんね。そして55戦隊冒険者、冒険シルバー、これ30番目、で31番目が銃剣戦隊激レンジャー、そしてエンジン戦隊ゴーンジャー、まあ、これはもうレギュラーメンバーでね7人いますもんね。押しかけ組とウィングス、切手っていうよりもこれね本当ポストカードがメインのファイルですよね。はい、でお次侍戦隊真剣者、ゲンタがね真ん中にいます。
はい、そして転送戦隊ゴセイジャー、ここら辺もねもう一回ねちょっと見直したいなと思いつつ時期を逃してます。そして海賊戦隊ゴーカイジャー、アイムがねナビ抱えてますね。サポートメカの登場これ初かな。で特命戦隊ゴーバスターズ、でもうそろそろ終盤に近づいてくるんですね。でめくれないめくれない、きた。はい、充電戦隊恐竜ジャー、つい最近ねゲームとのコラボで 33.5 話がね公開された、まだまだ熱い戦隊で、その次が列車戦隊特急ジャーで38番目、で手裏剣戦隊ニンニンジャー、でこれがもう39で、40番目が動物戦隊獣王ジャー、でこれ2016年出たんでもうこれでラストで、最後はあポスターを広げたやつかな、ゴレンジャーから獣王者まで、これでね40周年、まあ次また45とか50でもこういうの出てくれるのかな。でまあ切手の額面的には52円10枚なんで520円分の切手、まあそんなファイルでございます。ちょうどね郵便局に勤める友人がね誕生日プレゼントに送っていただいたファイル、ずっとね本棚に置いたままでね飾ってたんですけども、でこれとね別でこんなね資料ももらって、まあ、これは注文しろよって言われたんですけど、すっかり時期逃してね忘れてました。ライダー版もね出てるんですよ。もう今はもうねとっくに締め切っちゃってるんですけど、切手ホルダーポストカードとメダル、これ45周年 か、 だから2年前で45周年だから、まあ、あと3年ぐらいで50周年のやつ出てくれるのかな、まあ、ちなみにねライダーの方もねしっかり、まあ、情報はね載ってて、書き下ろしの切手、まあ、こちらも10枚ですね、1号からエグゼードまで、あれこれ発売ちょっと2016年以降だったっけ。でオリジナルポストカード、ポストカードっつってもねこういうのもう使いたくないですからね1枚使うと結構へこみそう、まあ、でこういったね用紙書いて郵便局の窓口でね料金支払って時期が来たら届くっていう。ライダーの方いくらだっけ、書いてないな。1万400円で2個だから、あったあった5200円だ。戦隊の方より高いんですね。まあ確かに、まあ、付属品が多いので高くはなってるんだけど、切手は520円分。あそう考えたらねポストカードとかあの辺の、まあ、紙製の印刷物で5000いくらちょっと高い気がするけど、まあしょうがないのかな、まあ版権とかいろいろね東映とかあるだろうしね。はい、そんなわけでね、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。またねちょっと時間があったらライブとかやりますので、まあ、戦隊とかライダーとかね、まあ、適当に雑談かましましょう。ではまた。